新古典派経済学、新古典派経済学、新古典は経済学とは経済学における学派の一つ。近年盛んになった新しい古典派、ニュークラシカルとの区別からネオクラシカルと呼ぶこともある。もともとはイギリスの古典派経済学の伝統を重視したアルフレッド・マーシャルの経済学、ケンブリッジ学派を指すとされたが、講義にはオーストリア学派、ウィーン学派、 ローザンヌ学派、スーリー学派、ケンブリッジ学派の三学派を指す場合もあり、さらにイギリスのジェボンズ、フランシスイシドロエジワース、ジョン・ウェイツ・クラークによるアメリカで盛りしたアメリカ経済学や、クヌート・ビクセルのスウェーデン学派を含める場合もある。現在では一般に、限界革命以降の限界理論と、市場均衡分析を取り入れた経済学を指す。 数理分析を発展させたのが特徴であり、代表的なものに、レオン・ワルラスの一般均衡理論や、新古典派成長理論などがある。新古典派においては一般に、経済を経済主体の最適化行動と、受給均衡の枠組みで捉え、パレートの意味での効率性によって、基本的な評価を行う。新古典派経済学は自由法人主義、レッセフェールの理論であるとの見解が、 しばしば表明されてきたが、ジョン・メイナード・ケインズ以前あるいは、ケインズ以外の自由主義経済学派の系統とこのが、より自定に近く、政治思想としての自由法人主義、特にリバタリアニズムやアナキズム、無政府主義とは大きく異なり、公共財の供給や市場の失敗への対処、あるいはマクロ経済安定化政策など政府にしか適切に行えないものは、政府が行うべきであるとするなど、 政府の役割も重視する。新古典派経済学の源泉は道徳哲学の延長にあり、新古典派経済学などの伝統的経済学では、社会的、文化的要素は基本的に重視されない。自由主義の観点では、例えばレオン・ワルラスはすべての国土の国有化を提唱しており、無条件で手放しの自由法人主義者ではない。ワルラスによれば、 アダム・スミス流の経済学はむしろ応用の側面から経済学を定義したものであって理想的な社会実現の夢を膨らませていたワルラスは土地社会主義を基礎としてそこから完全競争社会ひいては完全な人間社会を描こうとした。マーシャルが創設したケンブリッジ学派おいては不完全な人間が作った経済が完全であるはずがないとの共通認識があった。 マーシャルは自由法人主義に基礎を置く価格決定論ワールラスの一均衡には批判的であり不完全競争の世界を前提とした部分均衡分析を活用した。古典派あるいは新古典派とケインズ経済学との際の一つは失業の取り扱いであり新古典派はケインズの否定した古典派の第二工順も採用しており長期における 非自発的失業が存在しない状況を基本として考える点に特徴がある。古典派経済学では、労働市場は賃金が伸縮的に調整されることによって、労働の需要と供給は必ず一致し、求職者の失業者は存在しないと考えている。新古典派の経済では、賃金、物価に対応して、労働、財の受給が決まることを前提とする。 市場では、需給が一致するように価格が調整されるため、市場の調整機能が完全であれば、労働市場、財市場でも、失業、売れ残りはないとしている。ただし、新古典派的な市場が成立するには、様々な過程が必要であることが指摘されており、例えば新古典派的な市場では、完全競争が前提とされており、財、サービスの売り手と買い手が多数存在し、 それぞれが価格を操作できないという過程が設けられる。また、新古典派的な市場では、売り手と買い手双方が情報を持っており、提供できる財サービスの質は同じという前提となっている。現実には、価格決定に影響力を持つ企業の独占、寡占は後半に確認され、また、労働市場でも失業者は普通に存在する。その後、情報の非対称性、 労働市場、資本市場の硬直性の導入、独占的競争の前提など、経済モデルは修正されている。新古典派の立場では、政府の積極的な財政、金融政策は失業の役には立たず、むしろ政府による資源の浪費をもたらすだけで終わると、されている。新古典派経済学と立場が似ているものとして、いわゆる新しい古典派、 ニュークラシカルというものが存在する。共に翻訳すると新しい古典となってしまうことから、しばしば日本においては専門家以外の間では混同される傾向にある。ニュークラシカルは新古典派的な考え方を前提としてはいるが一方で期待という概念や合理的な代表的個人などを導入するなど、両者は異なる。成立としては新古典派よりもニュークラシカルの方が、 新しく、マネタリズムの影響も受けている。新古典派総合学派とは、市場機能を重視する、新古典派一方で、裁量的な財政、金融政策の有効性、ケインズ学派を認める学派である。新古典派総合では、完全雇用でない場合、価格が硬直的であるため、ケインズ政策は有効であるが、完全雇用である場合、 価格が伸縮的であるため、新古典派経済学が有効で、あるとしている。新古典派経済学には、他の経済学からの批判がある。進化経済学ハンドブックには、新古典派経済学のドグマとして、以下の7つのドグマが指摘されている。ジョン・メイナード・ケインズは、新古典派経済学の最大の問題点として、性の法則を挙げた。これに対し、 ケインズが設けた概念が有効需要であった。リチャード・ベルナーは銀行が閉鎖され一般の業務が停止されたとしても、投資家は資本市場で資金を調達できると新古典派経済学が主張していると述べた上で、その主張が以下に掲げた二つの現実を無視すると考える。経済学者の飯田康之は主流派経済学イコール新古典派には、 需要不足による不況の視点がないと指摘されることがあるが、現在2003年の理論研究の中心である最適化行動に基づく同学一般均衡理から十分需要不足による停滞、マクロ政策の効果を導くことができる。情報の経済学を応用したモデルなどがその例である。新古典派であるからいつでも適切な均衡にあるというのは 学部教育での便宜的な単純化に過ぎないと指摘している。経済学者の小林圭一郎は、新古典派は自由主義的傾向が強い一方で、ケインズ経済学は設計主義的傾向が強いと指摘している。経済学者の小野義康は、ケインズ政策とは純粋な効率化政策である。需要不足の是非を問うやり方が違うだけで、 目的は新古典派と同じであると指摘している。中野剛氏は、市場の一般均衡とは、デフォルトの可能性が組み込まれてない、金融機関も適切な役割を与えられてはいない、貨幣ですら必要とされてない、物々交換経済を仮定した世界において成り立つ、ものであり、その世界で用いられる貨幣とは、商品貨幣である。しかし、現実の貨幣は、信用貨幣であり、 現実の経済は貨幣経済である。したがって現実の貨幣経済における市場は一般均衡を達成する自動調節機構を持っているとは言えないと指摘している。2008年の世界金融危機によって主流派経済学は経済自体についてほとんど理解していなかったことが明らかになった。この世界金融危機を予想することができた主流派の経済学者は ほとんどいなかった。というのは、主流派経済学の理論モデルでは、世界金融危機のような事態は起きえないと想定されていたからである。したがって、世界金融危機への対応にあたっても、主流派経済学は何の役にも立たなかった。IMF のチーフエコノミストであったサイモン・ジョンソンは、2009年、世界金融危機によって、経済学もまた危機に陥ったとして、 主流派経済学とは異なる新たな経済理論が必要であると論じた。2008年にノーベル経済学賞を受賞したポール・クルーグーマンは過去30年間のマクロ経済学の大部分は良くて華々しく役に立たなく悪くて全く有害と言った。ローレンス・サマーズもまたインタビューの中で主流派経済学の理論モデルに基づく論文は政策担当者にとっては 本質的に無益であったという趣旨の発言をした。ニューヨーク大学教授のポール・ローマーは2016年1月において行われた記念講演において主流派経済学の学者たちは、確一的な学会の中に閉じこもり、極めて強い仲間意識を持ち、自分たちが属する集団以外の専門家たちの見解や研究に全く興味を示さない。 彼らは経済学の進歩を数学的理論の純粋さによって判断するのであり、事実に対しては無関心である。その結果、マクロ経済学は過去30年以上にわたって進歩するどころか、むしろ逮捕したと主流派経済学のありを容赦なく批判した。フランスの経済学者、トマピケティは率直に言わせてもらうと、経済学という学問分野はまだ数学だの。 純粋理論的でしばしば極めてイデオロギー変更を伴った憶測だのに対するガキっぽい情を克服できておらず、そのために歴史研究や他の社会科学との共同作業が犠牲になっている。経済学者たちはあまりにしばしば自分たちの内輪でしか興味を持たれないようなどうでもいい数学問題にばかり没頭している。この数学への変質強ぶりは科学っぽく見せるには お手軽な方法だが、それをいいことに、私たちの住む世界が投げかける、はるかに複雑な問題には得ずに済ませているのだと、述べている。経済学者、ティモシー・テイラーは、需要が供給を生むというケインズの考え方は、短期的な政策を考えるときに力を発揮し、供給が需要を生むという新古典派の主張は、長期的に見たときに重要であると述っており、時間軸で分ける捉え方をしている。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。